キャットウーマン、キャットウーマン、セリーナ・カイル、セレーナ・カイルは DC コミックスの出版するアメリカンコミックスバットマンに登場する架空のスーパーヴィラン。ボブ・ケインとビルフィンガーによって創造され、1940年6月のバットマン1で初登場した。ボブ・ケインとビルフィンガーによって創造されバットマン1で初登場した。初登場時はザ・キャットと呼ばれていた。 キャットウーマンは伝統的にスーパーヴィランとして描かれている。1990年代以降、彼女は同名のシリーズでアンチヒロインとして紹介された。キャットウーマンはバットマンとの複雑な愛憎関係を持っており、バットマンの最も永続的な愛を受けている。キャットウーマンはスーパーヴィランとして描かれるが、バットマンとキャットウーマンは共通の目標を 達成するために一緒に行動するとロマンチックな関係を有するものとして示される。バットマンは年間を通じて女性のキャラクターと多くのロマンチックな関係を持っているがこれらの関係は短い傾向にあり、バットマンをキャットウーマンへ引き付ける魅力はキャラクターの場するほとんどのバージョンと媒体に存在している。最も広く知られたキャットウーマンはセリーナ・カイルである。 このキャラクターは、ケインのいとこである、ラススチールと女優のジーン・ハーローから影響を受けた。1960年代のテレビドラマでは、ジュリー・ニューマー、アーサー・キッド、リー・メリウェザー、1992年のバットマン・リターンズでは、ミシェル・ファイファーが演じた。キャット・ウーマンの独立した映画は、ハルベリー主演の2004年のキャット・ウーマンであるが、バットマンとの類似性は、ほとんどない。 2012年のダークナイトライジングではアンハサウェイ。2014年のゴッスサム、ゴッスサムでは若いカイルをキャムレン・ビコンドバが演じる。イグンのトップ100コミックブックビランズ・オブ・オール・タイム。コミックブックのビラントップ100ではキャット・ウーマンは11位にランクインされた。ウィザード氏の100グレイテストビランズ・オブ・オール・タイム。100人の最も偉大なビランでは51位にランクインされた。 彼女は、イグンのトップ100コミックブックヒーローズ・オブ・オール・タイム、コミック部のヒーロートップ100では20位にランクインされた。コミック・バイ・アーズ・ガイドの100セキシースト、ウィメイン・コミックス、100人の最もセクシーなコミックの女性では23位にランクインした。バットマンを想像したボブ・ケインは映画のファンであり、彼の映画への愛は、 キャットウーマンなどいくつかのキャラクターの原動力になった。キャットウーマンは部分的に1930年代のスターであるジーン・ハーローに影響を受け、ケインは最も感覚的に女性の美しさを象徴していたと述べた。ケインとフィンガーは彼らのコミックブックに性的魅力、女性の読者に訴えることができる人物だけではなくを与えたいと考え、犯罪を犯したが、 バットマンの潔癖な人生に対するロマンチックで親しみやすい敵を想像した。このキャラクターはジョーカーのようなバットマンのヴィランとは異なり、彼女は決して殺人者や悪人ではなかった。キャットウーマンに猫のイメージを使ったことについて、ケインとフィンガーは猫をコウモリのアンチテーゼとみなしたと語った。ケインは私は女性は猫のようで男性は犬のようだと感じました。 犬は誠実でフレンドリーですが、猫はクールで信頼するのは難しいです。私は猫を理解するのは難しいと感じましたと述べた。1986年のでは売春婦だったが、バットマンの活躍を知り、猫のコスチュームを着たキャットウーマンになった。売春婦のホリー・ロビンソンは友人であり、作中ではカーマイン・ファルコーネの娘である可能性を示唆される。 1989年のリミデッドシリーズ、キャットウマンでは、両親のいない孤児だった。子供の頃に、猫が好きな母親のマリア・カイルは自殺する。父親のブライアン・カイルは、セリーナが母親に似ているため彼女にきつく当たる。最終的に、父親は死ぬまで酒を飲み続けた。セリーナは生き残るために街頭にいる、ストリート・チルドレンになった。セリーナは捕まり孤児院に送られる。 13歳のセリーナは、孤児院の管理者が資金を横領していることを知る。管理者は犯罪を隠蔽するために、セリーナを袋に入れて、猫のように溺れさせるために川に投げ込む。彼女は脱出し、管理者の腐敗を暴露する文章を盗み孤児院に戻る。その後、彼女は管理者のダイヤモンドのネックレスを盗んで、孤児院から逃げ出し、死の記録から、 セリーナ・カイルを消去するように管理者を脅迫した。バットマン、ワン・イヤー・レーターでは名前を、イレーナ、ドノバン、イレナ・ダブロブナに変えて、サム・ブラッドレートの娘、ヘレナを生んだ。その間は、ホリー・ロビンソンが、キャット・ウーマンの役割を引き継いだ。フィルムフリークとアングルマンに正体を知られ、ヘレナが誘拐される。セリーナ・カイルは、キャット・ウーマンとして復帰する。ヘレナを取り戻し、 魔術師のザターナに彼らの記憶を消すよう頼んだ。テッド・グラントの知らせから、ホリーがブラックマスクの殺人犯として逮捕されたことを知り、助けるためにゴッサムに戻る。シーズン1から2をジュリー・ニューマー。シーズン3をアーサー・キッドが演じた。日本語訳ではミスキャットと呼ばれる。部下である猫の耳をつけたプッシーキャットはが演じた。日本語吹き替えは、 クルミやりょうこ。女性キャラクターをメインに制作されたドラマ。ヒーローの一人である、ハントレスの母親として出演した。コっさむしてを舞台にした犯罪ドラマ。若いホームレスの泥棒として登場。キャムレンビ・コンドバが演じた。日本語吹き替えは、佐藤美雪。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。